Hello everyone and welcome back to BitPunch's playthrough of Yakuza Kiwami. This is part two. We've been introduced to Kiryu. We've went through the whole saga of the ring. So we're gonna just dive right back in and see where this takes us. Suit. Nope. Yep, here we go. Where can I find my objectives? Wow, 78 sub-stories. Tenkachi Street. Got it. Okay. Kiryu-san! Kiryu-san! Nanda? Tamura ka? Dou shitanda, omae? いやちょっと桐生さんに紹介したいやつがいましてね。青木と言います。実はこいつ、俺がいつも情報を流してる雑誌の駆け出し記者なんですわ。雑誌？俺が拾った情報を高く買ってくれるんですよ。で、今この町で一番生きがいいのはって聞かれたもんですから、旦那のこと。あんまり変なこと言いふらすなよ。はい、わかりました。今後ともよろしくお願いします。じゃあ、またな。たか。失礼します。ああ、ご苦労さん。今月分のしのぎです。お納めください。おう。また無茶したんじゃないだろうな。いえ。カズマ。お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいって奴らの集まりなんだからな。桐生なら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は東城下一の殺し屋っつって。柏木。すんません。すまんが外してくれ。へい。しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。おやっさんがいなけりゃ今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか。いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。おう。失礼します。桐生さんにお電話が。新次さんからです。俺だ。新次です。レイナさんから兄貴に伝えてくれって。今さっき
堂島組長がユミさんさらっていったんです。ユミか、なんで組長に。詳しくは分かりません。でも錦のおじけもそれ聞いて組長のところに。錦がで、場所は劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった、すぐに行く。おい、どうした。堂島組長がユミを強引に連れ去ったらしいんです。それで錦が一人でユミを助けに。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね。俺行ってきます。よせ。え、ここでお前まで行ったら三人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやさん、ユミと錦は兄弟なんです。俺のだから、今俺が行かねえと。カズマ。This game really wants to set the story up before it turns you loose on the city. It blocks everything away. Kiri, 奪った金返してもらおうか。悪いな。今急いでるんだ。このままじゃ引き下がれないんでね。腕っぷしのいい奴を雇ったよ。生きて帰れると思うな。覚悟しやがれ。Considerate of his neighbors for once, I appreciate it. Huh? Even if he's a part of the community. Yumi! Nishiki! キリュウ組長が
趣味を無理やり。だから撃っちまったんだ。カッとなっちまって、何発も。ユミ、ユミ。おい、しっかりしろ。やっちまった。東商会の大幹部を。錦、弓を連れて逃げろ。何言ってんだ。おめえこそ弓連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。次の手術が最後なんだろう。そんな時お前がいねえで誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でもお前は。行け錦、弓を頼む。キリュウは。行け。ふざけるな。俺がやった。金のことで組長と揉めて。いい加減にしろ。伊達君、もういい。よくはないですよ。コートデイ、やつはこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これはヤクザの抗争だ。誰がやったかは問題じゃない。迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。くそ。刑事さん、俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか。そりゃ分かってます。約束はしねえぞ。はい。This game came out over 15 years ago. Did not a lot of work to it. It's really cool. 囚人番号1240。面会だ。俺は破門でいいのか、俊二。はい。自分の親殺したんだ。絶縁なんじゃねえのか。東条会三代目世良会長が破門にすると決めたそうです。どういうことだ。自分にも分かりません。ただ風間の親さんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。堂島組はどうなるんだ。風間の親さんが引き継ぐそうです。そうか。時間だ。兄貴、由美さんが行方不明なんです。事件の次の日から由美さん記憶をなくしてたんです。錦のおじきや兄貴のことも。で、急に病院から姿を。すいません、風間の親さんには口止めされてたんですけど。おい、時間だ。誰かちゃんと探しているのか。はい、錦のおじきや風間の親さんが。聞こえんのか。シンジ、弓を頼むぞ。
錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。てめえ、なんだその態度は。ああ、そこ何やってるか。なんだよ、話せこの野郎。うるさい、来い。あれなんだ。たく、物騒でいけねえな。おっと、こちらさんも物騒な面してら。なあ、あんただろう。自分の親分殺したってヤクザ。黙って食ってろ。さすが貫禄だね。堂島の竜、堂島組射程頭補佐桐生一馬。何やってんだよお前ら。登場会の幹部やったんだ。こんくらい想像してたろ。堂島組長があの世で寂しいとさ。誰の命令だ。世良会長だ。登場会の三代目だよ。なんだと。何が堂島の竜だ。あの野郎絶対に生かしておけねえ。俺はまだ信じられないっすよ。あの桐生のおじきが親殺しをするなんて。何かの間違いなんじゃないですか。現行犯で逮捕されてんだ。間違いも何もねえだろうが。ったく、これから組立ち上げさせて堂島組に貢献してもらおうって時に何勘違いしたか知らねえが、組引っかき回しやがって。組の方は風間の頭がまとめてくれてるからなんとかなりそうだが、頭の頭でどうけじめつける気だ。なんといっても桐生は頭のお気に入りだったんだからな。頭のお気に入りといえば、錦山はどうしてるんですか。さあ見てねえが、やつがどうかしたか。いや、せめて捕まったのがあいつだったら話もこんなにこじれねえで済んだのにって思いまして。ちげえね。今からでも茶か持たせて出頭させるか。だから現行犯だっつってんだろうが、ボケ。ちっ、クソの役にも立たねえな。あいつ何のために組にいるんだ。嘘でしょ。嘘って言ってよ。
だって錦山君言ったじゃない。大丈夫、俺が由美を助けに行くから心配するなって。それなのにどうしてこんなことになっちゃったのねえ。錦山君助けてあげられなかったの？何もできなかったの？どういう意味だ？え？俺が役立たずだって言いたいのか？いや、そんなつ…お前までそんなこと言うのか！10 years gone. Wow. Good. He's got his hair back.囚人番号1240、手紙だ。え？この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやさ、characters that don't get a lot of screen time. I'm trying to connect the dots. I have to map this out. I remember a lot of these people from Yakuza Zero, but I don't quite remember like, the ranking of everybody. What kind of emergency meeting is this? Yes, I have an emergency question.おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。Dapper。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金、100億盗まれたってのは本当ですか？おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どこからだ？関西五代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな！東上会2万5000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたら、どんだけの血流れてるか、分かっとんのかよ、おら！島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ。この件は、東上会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。
おい待てや。そんなんで納得いくか。会長、三代目会長。10年、お前のいない10年で東城会はすっかり変わった。お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、弓のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないこともスターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。Stardust is a really good book. ちょっと待て。ん？おお、やっぱりキリュちゃんやったんか。真島の兄さん、ご無沙汰してます。この度出所してまいりました。お前がそろそろ出てくるらしいと聞いてな、こうしてここで張っとったんや。やっぱり俺の勘に狂いはなかったわ。どうして俺を。なーにアホなこと抜かしとんねん。約束したやないか、お前を四六時中見張るってな。 そういえばそんなこともありましたね。それやというのに、お前と来たら殺しなんぞで10年も無所に入るよって。しゃあないから俺もお前を追って無所に入ったろかと思ったくらいよ。まあええわ。ほな早速俺と喧嘩しようか。そう来るんじゃねえかと思ってましたが、悪いが兄さんとここで喧嘩をする理由がない。筋の通らない喧嘩はしないと前にも言ったはずです。理由ならある。何？昔のお前やったらさっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはずや。もし俺がその気やったらお前は死んでたで。ご忠告痛み入るが、それがあんたと喧嘩する理由とどうつながるんだ。今のカムロ町はそんくらい危険ちゅうで、平和ボケした方がのんきにぶらつく場所やない。せやから今のお前にこのカムロ町に足を踏み入れる資格があるかどうか俺が試したる言うとんねん。俺がその平和ボケしたアホだと。おう、そうや。ちゃうちゅんやったら
ガタガタ言うとらんで力で証明してみせろや。いいだろう。ならばその挑戦受けて立つ。これで分かったやろ。自分がこの10年でどんだけ鈍ってしもうたか。馬力もないテクニックもない、どこにでもおる勤め明けのしがないチンピラ。それが今のお前や。そないな弱さで生き残れるほど今のカムロ町はあまないで。くそ。せやけど変わっとらんもんが一つだけある。その目や。何？お前の目はまだ光を失うとらん。お前は必ず昔のように、いや昔以上にごっつい男になれる器や。兄さん、ええか、お前がこの街を歩く限り俺はいつでもどこでもお前を見張っとる。突然喧嘩売られて死にたなかったら、死ぬ気で昔のお前を、堂島の竜を取り戻してみるや。分かった。俺もこのままじゃ終われねえ。あんたを踏み台にして必ず這い上がってみせよう。ほな、期待しとるで、キリュウちゃん。Man, I love his voice actor. The Dragon of Dojima style that made Kiryu a legend cannot be regained by using experience points. Ah, okay. He's like Mr. X. Just like...stalking around the town. Cool. Let's keep going. That guy looks like he was a top. Oi, Anta! 見かけねえ面だが、何してんだ。お前に関係ないだろ。あるんだよ、それが。おっさんさ、どう見ても普通じゃねえよな。
何探り入れに来たんだ。Let's be honest with you. スターダストって店を探してんだ。スターダスト？ホストクラブか何かの名前か？さあね。まあ情報屋なら知ってんじゃねえのか？そうか。じゃあ用はない。じゃあ。ちょっと待てよさん。なんでそんな店探してんだよ。ますます怪しいね。ちょっと顔貸してもらうぜ。嫌だと言ったら。じゃあ仕方ねえな。ちょっと痛い目にやってもらうぜ。何者なんだ。知らない方が身のため。お前の方こそ何やってんだ。俺はこの辺の仕切りやってる親分さんから見張り頼まれてんだよ。今日は殺人事件もあったし、怪しい奴がいたら片っ端から声かけろって。そうなんだ。まあいい。ならお前この辺の情報屋の一人や二人知ってんだろ。ええ、まあ今この辺で有名なやつは青木って記者だよ。劇場前の広場に今日もいた。分かった。お前も下手な真似すんじゃねえぞ。はい。That I can just save anywhere. I can upgrade abilities. Oh, this looks a little different. Increase your heat action. Okay, so it must have been that green bar up there. Okay. Interesting. Yeah, I can just save anywhere. I didn't know that. Where they're being self-care. Oi. Omae. Aoki ka?桐生さんですか？堂島組の？そうだ、覚えていてくれたか。実は久しぶりに町に帰ってきてな。お勤めご苦労様でした。10年長かったですね。お前俺が無所に入ったのを知ってたのか。そりゃ当時この町にいた奴らは全員知ってますよ。堂島の竜が親殺したってね。一時はその噂で持ちきりでしたよ。そうだったのか。ところで田村のやつはどこに行っちまったんだ。いや、田村さんなら5年前にお亡くなりになりましたよ。え？田村さん
10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです、うん、絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃないって、記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですが、ちょっと田村さんは普通じゃなかったですね。それで5年前、突然田村さんが町から消えたんです。そして1週間後、海からコンクリート詰めにされた遺体が上がった。多分知りすぎたんでしょう。そんなことが。ええ、俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらっていたし、数年間はよく一緒に行動してたんで恩があったんです。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めてやろうって思いましてね。今じゃこうして記者兼情報屋になってるってわけです。で、桐生さん、何か情報が欲しいんじゃないですか。 It's got Stardust. I wanna know what this is. スターダスト？ああ、天下一通りのホストクラブのことですよ。ホストクラブ？ええ。10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが、今じゃ裏通りから表通りに進出してきてるんですよ。中でもスターダストは一番人気があるホストクラブなんじゃないですかね。そうなんだよ。桐生さんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側くらいに店はありますよ。行けばすぐに分かります。他に聞きたいことはありますか。セレナってまだあるのか。セレナですか。ありますよ。10年前と変わらない場所にね。でも今日は営業してませんね。ママのレーナはまだいるのか。ええ、ご健在ですよ。今じゃ馴染みの客が来る時だけ店開けてるみたいです、うん、私も一度だけ田村さんに連れられて飲みに行かせてもらったんですが、いい店ですね。最近この街じゃ珍しくゆっくり酒が楽しめる店ですね。そういえばさっき仕入れの業者が出入りしてたんで、明日は営業するのかもしれません。時間があったら行ってみたらどうですか。他に聞きたいことはありますか。中道通りで何かあったのか。ああ、あの騒ぎですか。正確な情報は分かりませんが、東城会の幹部クラスが中道通りのビルの一室で殺されたらしいです、うん、幹部。ええ、警察もあれだけ来るってことは相当な大物でしょうね。ぶっちゃけ10年前の事件を思い出しますよ。堂島さんが死んだ時もあんな感じでしたからね。誰が殺したんだ。いや、まだそこまでは。でも話によりゃ内部抗争なんじゃないかって言われてますよ。まあ桐生さんがいなくなってからの登場会はいろいろ揉めてましたからね。他に聞きたいことはありますか。そうか、ありがとう。助かったよ。いえ。ああ、今後も田村さんほどじゃないですがネタは提供しますんで、いつでも来てください。This might be a good place to stop. Got some objectives. I can start leveling up now. Okay. Weapons and gear. Yeah, this is a good place to stop. Let's go ahead and hard save. Out of coffee anyway. So. All right. Thank you all for watching. See ya.